出して、はい、右三振立ち、よーい、はい、構えて、はい、そう、はい、そうですね、はい、両手前出して、はい、右向け、はい、正拳中段突きいきます、はい、まっすぐ、1、2、3、4、5、6、はい、じゃあ30ポイントですね、じゃあ気合い入れていきます、はい、気合い入れて、はい、1、はい、2、はい、3、はい、4、はい、5、はい、6、はい、1、はい、8、はい、8、はい、8、はい、1、はい、8、はい、3、はい、はい、はい、5、はい、6、はい、1、はい、8、はい、8、はい、8、はい、1、はい、はい、はい、3、はい、はい、はい、5、はい、6、はい、1、はい、8、はい、9、はい、10、はい、じゃあ、はい、直れ、よし、はい、じゃあ、じゃあ、顔かばしてください。そのまま前蹴りいきましょう。はい、まっすぐいきます。1、右からいきます。2、3、4、5、はい、6、はい、はい、じゃあ20本いきます。気合い入れて、よし、1、はい、はい、はい、3、はい、はい、はい、4、はい、6、はい、1、はい、8、はい、9、はい、10、はい、1、はい、はい、はい、3、はい、はい、はい、4、はい、6、はい、1、はい、8、はい、9、はい、10、はい、はい、そのまま回し蹴りいきます。1、2、3、4、5、はい、6、はい、はい、キャブセ、はい、1、はい、はい、はい、3、はい、はい、はい、4、はい、6、はい、1、はい、8、はい、9、はい、10、はい、1、はい、はい、はい、3、はい、はい、はい、4、はい、6、はい、1、はい、8、はい、9、はい、10、はい、はい、直れ、よし、じゃあ、息吹といって、呼吸法なんですけど、重力を切りながら、大きく口を開いて、体の中の、息を激しくですね、で最後に残った分を締めて息を出します。はい、行きます。1、2、もう一回行きましょう。3、はい、深呼吸。1、吸って下ろして吐いて。2、はい、3、はい、じゃあ手足してください。じゃあちょっと中にいますね、こうその場でちょっとなんかシャドウでこう突き手に入れてと見てください。はい、はい、始め、5、6、7、8、9、
今逆から入って、内側から入って。走りながら、ちょっと距離を置いて、もうちょっと距離を置いて、バーッと走ってみて、そう、それで。
はい、いきます。おお、もうでも当て方当て方ありバッチリ、当て方はいいです。すごい逆に捨て技っていうのは自分も危ないからさ、自分も倒れる倒れ込むってことはね、はい、自分もやられるからさ、はい、外したらね、それだけ考えてる。はい。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。はい、一戦倒して、はい、三鎮立ちよう。はい、構えて。よっしゃ。はい、政権中断月に、20本いきます。いきます。よし、よし、はい、いい、はい、3、はい、いい、はい、5、はい、6、はい、1、はい、8、はい、8、はい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 、おれ。よし、はい、じゃあ正座してください。はい、姿勢を倒して、はい、正面で、はい、正座して、黙想します。はい、黙想。黙想で、一緒に。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、収穫がいろいろありそうな、はい、いや、ありましたね。はい、やっぱ久々に、まあ、この畳の感覚と道場のこの雰囲気を味わえて、なお気が引き締まりましたね。はい、でそして、まあ、蹴りも記者の方々に見ていただいて、ちょっとヒントというか、こう掴めたものがあったので、これはぜひ使いたいなと思います。はい、新技につながりそうな。そうですね。もう後半に使えそうなというか、うん、自分のプロレススタイルのポイントとして、今日はすごく感じれた部分があったので。使って何としてでもベルトを防衛したいですね。はい、ローマ足回転蹴りを自ら志願して教えをこうたのは何かこう意図というか目的みたいなのあるでしょうか。はい、いや、もう空手やってた頃から気になってた技ではあります。はい、というのはなぜですか。自分はあんまり空手時代はあんまそういう戦い方しなかったんですけど、そうです、相手の不意をつけるというか、まあ、プロレスはやっぱ、なんていうんですかね、自分の流れ、得意の流れに持っていくのがすごく重要になってくるので、なんでその相手の流れを崩すという意味でも、不意をついて自分の流れに持っていくきっかけになるかなと思いまして、はい、それで使えないかなと思いまして、はい、使えると思います。はい、まあ、練習して感覚も良かったですし、使えます、はい、それぞれの技の試合中のこうイメージというか、こういう風に使おうかなみたいなイメージも湧きましたか、練習中。まあ、向こうが、まあ、塩崎選手がいろいろと対蹴りんということで、こう蹴りを食らってこう、なんていうんですかね、耐え抜くみたいな、まあ、取材をされてましたけど、まあ、自分は耐えられない蹴りを何ですかね、相手にぶち込みたいと思ったんで、それが今日すごくこう見えてきたというか、いいきっかけとなった取材になりましたね。はい、まあ、でも実際できるかどうかは正直言って分かんないですね。うん、リングに立ってみないと。じゃあここからは時間は短いですけど、体に染み込ませると、はい、というか練習をかなり12日まで短いですけど、そうですね、はい、
まあ、基本は、まあ、ベースは持ってるんで、そこが自分の強みだと思ってますし、うん、なんで、まあ、蹴りには蹴りという部分では誰にも負けたくないので、うん、まあ、最高の蹴りを用意したいなと思います。道着に身を包んで道場での練習というのは精神面でその自分にプラスになることというのはいかがでしょう。いや、なりましたね。はい、久々に、非常に気持ちがいいです。はい、なんか初心に帰ったような感じで、こういい意味で心を洗われたというか、こういい状態で当日を迎えられそうです。